ちは、梅村です。今日は、画材はどこで購入していますかというねご質問をいただきましたので、お返事をしたいと思います。で私は、まず、リアルな画材屋さんとかではなくて店舗の、ね、ある画材屋さんではなくてほとんどがネットで買っています。ネットで購入しています。ネットの中にある画材屋さんですよね、だったりアマゾンとかで購入しています。で、ちょうどね今日届いたのでこちらをねこちらですね、今日ちょうど先ほど届きました。で、こんな感じでね届くのでとても便利ですね。で何を購入したかと言いますとこちらは、練り消しです。練り消しもこんな感じで6個入りとかでね売ってるんですね。なのでこのように一度にたくさんのものを買っています。でその方が安かったりもします。で今回ねこれちょっと初めて買ってみました。めちゃくちゃ大きいです。通常はねこの220を買ってるんですけれども、これね480だったかな、480なんで倍ですよね。で大きい、なんかヘアスプレーみたいな感じなんですけど、結構ね毎日書いたりするとすぐなくなっちゃうので、ちょっと大量な大きなものを買ってみました。でこれなんですけどお値段的にも倍になるのかっていうと全然倍にはならない、安い金額、2000円もしなかったと思います。確か700円ぐらいでしたかね。なので今回ちょっとこちらの方を買ってみました。でもう一つはちょっとねおまけじゃないんだけどこれどんな感じなんだろうと思ってこちらの方を買ってみました。ネットでねなんかパステルって検索したら、いろんなパステルが出て、これ韓国製らしいんですけれども64色入って1100円だったのかな、まあ、ちょっと安いのでどんな感じなのかなと思って買ってみました。はい。で紙でねなんかチョコレートの箱のような感じなんですがこのようになっています。で、はい、64色なので、いろんなね色が入ってます。本当はねもうちょっと色数の多いの欲しいなと思ったんですけど、このメーカーのものではなんか64色しかちょっと見当たらなかったので、まあ、とりあえずこれを買ってみました。これね64色なんですけどお値段が1200円もしなかったんですね。なのでめちゃくちゃ安いのでちょっと書き味の方はわからないですが、なんかね今見た限りでは写真で見た時よりも濃いです。結構蛍光色っぽいなと思ってで質感が硬いのでちょっと なんだろうソフトパステルってじゃないような感じがします。100均パステルになんか見た目も質感も似てます。まだ書いてないのでねどんな感じになるか分かりませんけれどもちょっと似てますね。でこのなんか白と黒が長いのがね入ってます。でもしこれそんなにね色の塗りとかが悪くなければこれお仕事とかじゃなくて趣味でね書くには全然使えるかなっていう感じですね。まずは試してみないとわからないのですが、またねこちらの方も試してみたいと思います。でこんな感じでほぼほぼネットで購入しております。で、そうですね、実店舗のところで買ってもいいんですけどわざわざ出かけないといけないので時間もね非効率なので、ネットでね購入をしています。でネットだとね場所を選ばないので近くにね画材屋さんがないっていう方も便利ではないかなと思います。参考になれば嬉しいです。はい、というところで今日はね画材をねどこで購入しているかということをお話しいたしました。またこのような素朴なね質問にもお答えしていきますので、よろしければまたご覧になってください。今日も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また読者登録の方もお待ちしております。